がんサバイバーミュージシャン浅井真也です。このチャンネルでは自力でがんを克服するための方法や考え方などについてお伝えをしております。今回は腎臓がんステージ4で余命半年と宣告をされた方のご家族の方にインタビューを行いました。皆さんのがん克服に役立てば嬉しく思います。どうぞ最後までご覧ください。私の父親が昨年末にステージ4のがんということで突然宣告されたっていう、治療をしなかったら半年ぐらいっていうふうに言われてしまったっていう経緯があります。病院の治療を受けられたんですかね。受けました。分かった時にはもう手術が全くできないという状態だったんですね。腎臓に大きながんがあってで、肺と肝臓にも転移をしている状態だったんですね。治療法としては免疫チェックポイント阻害薬、あのオブチーボみたいな、あ、そうです、はい、ヤーボイっていうものの併用で治療するっていう風になりまして、最初は肺に水が溜まっていて呼吸ができないっていうような状態だって、それを抜かないといけなかったんですけど、胸水を抜いて癒着術っていうのをしました。がんと分かる前日までは元気だったんですけども、はい、分かってからがいきなりこう進行したというか、宣告されて悪くなっちゃうっていう、多分あの、ね、メンタル的なものも大きいと思うんですけどね、それって。病院に入院してから急に変わりましたね。はい、悪くなっちゃったっていう感じ、はい、あ、まあ、見た目が病人のようになっていた、うん、それまではそうじゃなかったのに、見るたんびに痩せていってしまうっていう状態でしたね。毎日熱が出て、夜は酸素が足りなくなって、80代にはならなかったんですけど、うん、90とか91年ぐらい。お見舞いに行くと窓ガラス越しからとかなんですけど、胸水を引き連れて歩いているっていう、そんな状態でしたね。常にじゃあ胸水がこう出てくるわけですよね。それを抜きながらっていう感じですか。そうです、そうです。癒着術っていうのをしまして、はいはい、胸膜に水がたまらないようにするための処置が施されて、水を抜き切った後にお薬を入れて、炎症をわざと起こさせて癒着させてしまって、肺と胸膜ですか、その間に水がたまらないようにする術を施しましたね。はい、それでも水はたまらなくなったと。そうです。その後は良くなられたんですか。じゃあ、そうですね、今は良くなってきています。なんで今それ良くなられたというふうに思われてます？これっていうものはないんですけど、はい、本人に聞いたんですよ。オプジーボとヤーボイの治療が自分に合っているというのも一つあると思うと。バランスのいい食事を心がけたり、お水も、朝日さんからお水買わせていただいてるんですけども、はい、お水の効果とか、あとサプリとかも飲んでいたりとか。まずお水は僕も YouTube 見てくださって朝日さんを知っていただいた。アメブロの中に霧島の奇跡かなんか、そこのそのアメブロに書いてあったのが、まあ、これで良くなったみたいみたいなことが書いてあったので、はい、でそこになんか YouTube が多分貼り付けてあったんだと思うんですよね、はい、それが浅井さんとか朝日さんのやつだ。なるほど、それで、ね、はい、まあ、朝日さんとつながっていただいて、はい、取られ始めたということですね。はい、そうです、そうです、はい。そのお水を飲まれ始めたのっていつぐらいからですか？お水は朝日さんが出会ったのが1月の17日なんですよ、うん。朝に私がコールセンターに電話をして社長の話を直接聞かせてくださいと、はい、どうにかしたい藁をもすがる思いだったので、で朝日さんからその日のお昼ぐらいにもうすでにお電話いただいて、はい、そこに会うことになったんですよね。でそこで話を聞いて、うん、すぐにその水をサンプルでくださって、はい、はい、でいただいて、でそれをすぐ持って帰ってすぐ注文しました。そこからずっとお水を飲まれてる。そうですね、水素水。あ、じゃあ朝日さんと一緒ですよね。そのお水を水素水にされて、はい、あ、そうです、そうです、はい、飲まれてるっていうこと。はい、なるほど。そうです、1日2リッターっていうので、じゃあまあそのお水がまず一つ目ですよね。あとなんかサプリメントもっておっしゃっておられましたけど、アムウェイのトリプル X っていうサプリがあるんですけど、はいはいはい、実は本をね、いろいろがんと分かった時に読み漁ったっていうぐらい読んだんですよ。がんで余命ゼロと言われた私の死なない食事っていうのが売ってるんですよ、本屋さんに。ほんほん、はい、日本人のフランスシェフの方が余命宣告をされたっていうことで、まあ、がんでもう1ヶ月みたいな
感じで言われたって。余命が1ヶ月ってことですね。そうなんです、うん、はい。その方が植物ってなんでこんなに元気なんやろうって思ったらしいんですよ。まあ、その中で私がポイントだと思ったのは植物の力だなっていうのを思ったんですね、うんうん、抗酸化作用のあるファイトケミックカルっていうものを、はい、その本にも書いてあったし他のね本にも体験者の方とかの共通の項目っていうのがあって、でそれが食べ物にあると思ったわけなんですよ。アムウェイのサプリは20年ぐらい前から私知ってたんですけども、はい、当時は表に全然出てなくって、そういうファイトケミカルとかっていうのが書かれてるんですよ。いろんな本に今はファイトケミカルっていうのが分かってきてみたいなことがやっぱりって思って、でそれがアムウェイのサプリに行き着いて、はい、それをアムウェイのサプリって、はい、そのトリプル X っていうもの、それはファイトケミカルを入れたサプリメントっていうことなんですかね。ファイトケミカルを、はい、なんか無農薬の農場で、うん、テントウムシとか鳥のワシとかいるじゃないですか、を使ってその害虫駆除とかをしているような農園で、土壌にもこだわっているような、種からもうどこで取れたものって分かるようなぐらいこだわってる、別にアムウェイの宣伝するわけじゃないですけど、はいはい、私やってはいないので、はい、あの要はまあ無農薬とか言われるじゃないですか、うん、本にもやっぱりねいろんな本に農薬のことは常々書いてあるんですよ、うん、なのでもう全部が合致すると思って、そのアムウェイのとりあえずそのサプリで抗酸化作用を高めてもらおうと思いましたね。あとは調味料全部一式変えました。醤油とかお味噌とかお砂糖とかいろんな調味料がどうやってできているかっていうのが書いてあって、うんうんうん、私もその原材料のところを見たんです。今まで美味しいと思ってたお醤油がその美味しいと思ってた醤油の 裏ですら本物じゃないって言ったらあれなんですけど、わかります。はい、なんか日本は経済のためにいろいろ宣伝されてますから、いろいろその早く作らないといけないとかっていうので足されてしまってるっていうことで、なので原材料の見直しをして全部一式その後ろを見て買うようになりましたね。いやでも本当おっしゃる通りですよね。まずは調味料からって言われますよね、はい、ちっちゃいことの積み重ねでこうやっぱり体に蓄積ってされていくと思うんですよね、うん、食べ物の本もね、最強の野菜スープ40人の証言とか、がんが消えていく最強のレシピとか、まあ、全部共通しているのが、抗酸化作用のある食べ物で、生姜とかニンニクとか、そういうものもかなりたくさんの抗酸化作用がある。父親は生姜があったみたいなので、オーガニックの生姜を常々もかなり食べていました。何の料理にも生姜を入れて。がんの状態っていうのは今どういう？がんは画像ではですね、ドロッと溶けた。どれが効いたのかはわからないんですけども、切らないので、切らない場合どうやって治っていくんやろうとかって考えるじゃないですか。そしたらね、画像上は溶けているんですよ。溶けてるということはもう映らないってことですか？いえ、形はあるんですけど、なんか黒くドロッとしてるっていう風に聞いてます。今までだったら白くてがん細胞が生きている状態だったところが黒くドロッと溶けてがん細胞が死んでいる、生きていないっていう風な状態に変わってきまして、で目に見えてこうだんだん縮小しているのがわかるんですね。ただその CT とかになると映らないらしくってね、うんうんうん、あっても映らないらしいので、うん、はい、あるのはあるんですけど見るからにちっちゃくなっていっているっていうのが3月後半ぐらいの検査の結果でかなり効果が上がっている状態でした。すごいですね。だって昨年の12月にまず宣告受けたわけでしょ、はい、で1月からお水とか、はい、その先ほども大体それぐらいからですか。はい、はい、そうです。で、まあ、2月3月の末でもうほぼ溶けてるような状態。そうですね、はい。ただはい、がん細胞もまた生きてるところも、うん、あります、うん、完全になくなっているとかではないんですよ。ただでも全体としてかなり寛解に向いてきてるというところですよね、はい、そうです。父親もすごく努力をしていて運動をすごく頑張ってやってました。がんと宣告される前まではかなり筋トレをやったはったんですよ。もう懸垂とかも5、60回やるような人だったので、はい、筋トレマニアみたいな感じだったんですけど、それが急に筋肉もガッと落ちて痩せ細っていって、入院中は病院の中をとに
にかく毎日毎日絶対に歩くっていうのはしてたらしいんですよね。筋肉が衰えるので、うん、でもそれでも5分も歩けなくなってしまって、ありえないですよね。がんのことに対して何か始めるとキューってこういきなり細くなったり、体重10キロ以上1ヶ月で痩せてしまって、うん、もう見てるのが辛かったです。結局ね、やっぱ意識の問題なんでしょうね。がんってやっぱすごい怖い病気だと皆さん思っておられる、はい、で僕も当時は思っておりましたんで、はい、それを宣告されるってすごいストレスだったんですよ、はいはい、うん、ずっと四六時中自分が癌であることを意識して、これからどうしていこうとかいうことをずっと考えるわけですよ。もう本当に死が近いことも感じますし、うん、そっちばっかりに意識が持っていかれるので、うん、気持ちがどうしても落ちちゃう。どんな強い人であったとしてもきっとそうじゃないかなと僕は思うんですよ。そういう言葉も言ってはりました。最近聞いたのは、もう俺はあかんと思ったって言って、自分の体力がもうかなり落ちていくのがもう分かるんですって。なので、もうあかんと思ったって言ってましたね。体験者の本で生きていらっしゃる方のことをとにかく真似しようと思って、たんですけど、そこにね、気持ち面もたくさん書いてあって、がんは考える時間がある病気、みんながガンイコール死っていう風に結びつけてしまうような病気やから、恐怖とかいろんなものですごい感情になってで落ち込んだりとかする。だけど逆に考えると、死んでいるか生きているか、今生きてるんやったら生きてることを頑張ろうみたいな感じで書いてあったんですよ。それを見た時に、あ、そうやなと。その先をすごい悪く考えてしまったりしたんですけど、いやいや、まだそこは早いと。考える時間もあるし、とにかくもうプラスにプラスにこう持っていくっていうのをね、やってましたね。うん、でも本当にそうだと思います。同じことを多分ね、がんになられた方って経験されてますし、多分ご家族の方も同じような経験をされてると思うんです。時間がまだ猶予があるのでね、その中でどういうふうにしていくかってことがすごく大事になってくると思います。うちの場合はまあ腎臓だったんですけど、2つ腎臓ってあるんですよね。で、片方取ったらいいやんって素人目には思うわけなんですよ、うんうんうん、だけど手術できないと。先生にもなんで手術できないんですかとか言って、手術してほしいとか言ったりとかしたんですけど、今このドロッとちょっと溶けてきて、今になって思うのは、がん細胞がくっついていたとしても臓器が機能していればそれで問題ないやんって思うようになりました、うん、みんながんってなったらうわーってなると思うんですけど、それによってこうやっぱ圧迫とかされたりとかして、いろんなところで阻害されて、こうなんとか不全っていう形になってしまうっていうのが、がんのがんそのものでっていうことじゃないじゃないですか。がんがあっても、その全然生きられるよって、がんイコール死って思うと、やっぱり辛いし、うん、なんかどうしてもそんなことばっかり考えたら、その方向になっていってしまうと、そうですね、うん、思うんですけど、うん、全然そんなことないよってようになりましたね。一番最初に買ったのが、緩和ケア医大橋先生っていう方がいらっしゃるんですけど、40の言葉っていうのがあるんですよね。最初ショックが大きいはずなんですよ。全員同じショックを受けることだと思うんですよ。ステージが軽くかったりとか、その治るよっていう風なものだったら、ここまでの思いにはならないと思うんですけど、先が短いのまで分かってしまったりとかすると、すごいショックでどうにかしたいっていう風に思うんですよね。でその時にエビデンスがあるわけじゃないことでも全部いいことを信じようと思って、その大橋先生の本をちょっとこうパラパラっとめくったら、やっぱ先につながるものを探さないと、先がなんか難しいとかようなことが書いてあったら、それによってまた人ってあーってテンション下がってしまうので、やっぱこうやって頑張ってる人もいるよっていう、この先があるよっていうことを書いてある。もっとこんな風にしたらいいよとか、こういう考え方にしたらいいよとか、そういう言葉が、まあ、書いてある本がその大橋先生の本で、うん、まあ、そこからちょっと励みをいただきながら、もういろんな本を読んで共通点を探して探してして、どの方もキーになる言葉が抗酸化作用とかファイトケミカルとか農薬とか水素とかストレスとか、うん、なんかいろんな共通のことが書いてある。でそれを全部皆さん実行されて今に至るので、なので私はそれを集めてていったっていう感じですね。やり方として本当に素晴らしいと思います。結局やっぱり治った人がどんなことをして
治ったのか、うん、どういう考え方をして治ったのかっていう、はい、結局ね、そこを取り入れていく、自分でできる範囲内で、それを実行に移していくっていうことが僕一番早いと思ってるんですよ。ですから本当に体験された方の情報を集められたっていうのは、はい、本当にその通りだなというふうに思いますね。皆さん多分このご家族の方って普段の生活がありながらのことだと思うんですよ、うん、なのでほんまに大変だと思います。調べるとこから始めようと思ったらもうほんまに大変で、仕事とも両立しないといけない、ね、うん、家庭とも両立しないといけないしとか、いろいろある中でのねことだと思うんですけど、人生の中でこう今その一時だけなんでちょっとしんどいとかっていうのは、なんか頑張ったらなんかその人にとっていい道が開ける可能性があるんやから、諦めないで頑張る励みになったらいいなっていう風に思ったりしてます。どうも今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。Yeah.